聞いてください。花束の代わりのメロディーを。
ございます。ね、ここでまたちょっと物販の話を軽くさせていただきますね。物販では、今そう、あそこにね、ちょっとかざしてくれてる人がいるんですけど、タオル売ってますタオル販売してるので、みんなでね、お揃いのタオル持ちましょう、かわいいからそう、ね、あとは、CD が、2曲入りの、今から歌う2曲入りの CD と、一部で歌わせていただいた1曲が入った CD があります。はい、ぜひそれも手に取っていただけたらなと思います。はい、そしてチケットが、今日持ってきている分がありまして、8月の12日と27日のチケットが、両方とも大阪であるライブなんですけど、またね、フリーライブとは違った良さがすごい出るんじゃないかなって思うので、気になった方はぜひまた声をかけてください。はい、一般の話は大丈夫かな。はい、私は中学生の時から大阪に来始めて、こうやって音楽活動してるんですよ。そうで、最初は本当にお客さんいないし、3人とか、その私のお客さんはね、3人とか本当に1人とかから始まって、今こうやってたくさんのお客さんが来てくれて本当に嬉しいです。みんながいるおかげでここまで来れたし、本当に私一人の力ではここまで来れなかったと思うので、そのね、まだ満足はしちゃい絶対にいけないと思うけど、今こうやってたくさん私の歌を聴いてくれてる方がいて、いっぱい応援してくれてる方がいるっていうのは、私にとって本当にすごい自信になってるので、どうかこれからも応援よろしくお願いします。私が一番最初に作ったすごく大事な曲を今から歌いたいと思います。聴いてください、嘘つき。強さでないんだ、信じるんだ、信じる。
ありがとうございます。じゃあ次に最後の曲に待ってね待ってね、合わせようね合わせよう、いくよ。次で最後の曲になります。あ、いい感じ、いい感じ。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に私のわがままを聞いてくれて本当にありがとうございます。ちょっとね、めんどくさいって思わんとってくださいちょっとね、はい。じゃあ次で最後の曲、最後はみんなでなんかタオル持ってる人はタオル振り回してほしいな。タオルなんかなくてもなんか振り回してほしいな危ないもんを振り回したら危ないよ。手とかでこうやってやってくれてもいいしね、一緒に盛り上がっていきましょう。では最後聴いてください、モノクロ。Thank you.
私を信じた。